ンダイニングスタート。岩手大学のさまざまな取り組みを紹介するガンダイニング、今回は県内の企業で活躍している岩手大学の卒業生をご紹介します。やってきたのはみちのくコカ・コーラボトリングです。青森県、岩手県、秋田県を事業エリアとしてコカ・コーラ社製品を製造・販売しています。こちらで働く鈴木結衣さんです。当社の販売実績の管理や帳票の作成を行っています。その他に次の月以降に発売になる新商品の発売計画書の作成でしたり、スーパーやドラッグストア、自動販売機で展開するプロモーションの企画書も作成しています。学生時代は学業や研究活動を頑張りました。研究内容を発表する機会が定期的にあるんですが、私すごく緊張しやすいので毎回倒れるんじゃないかってぐらい緊張してたんですけれども、指導してくださる先生や先輩方、いつも励ましてくれる同期が近くにいてくれたので乗り越えることができました。友人や周りの人たちの温かさに触れることができて、とても充実していたなと感じています。大学では主に化学の知識でしたり実験の仕方を学んでいたんですが、それに加えて時間の管理の仕方だったり、すぐに諦めないことや物事を深く考えたり、みんなが過ごしやすいように自分はどう動けばいいかも身につけることができたと思います。大学は学ぶ気持ちがあれば何でも学べる場所で、文献や資料も豊富な上に教えてくださる先生もたくさんいらっしゃると思います。この4年間は自分の興味があることをとことん学べる一番のいい機会だと思います。大学で必死に勉強したことは仕事で必ず生きてきますし、とあの時あれだけ何かに打ち込んだんだっていう経験はきっと自分を助けてくれると思います。大学生活楽しんでください。私たちは岩手大学を応援しています。